大舞台での決戦に数高なる王座がかけられることとなった。5月6日、東京ドームで行われるボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上直也対ルイス練リの大一番の勝者に WBC 世界ボクシング評議会のダイヤモンドベルトが授与されることが同団体より発表された。階級で最も優れた 精鋭ボクサーを評価することを目的とする。ベルトがかけられることで、大注目の一戦は5本のベルトを争うビッグファイトとなる。画像、ついに正式決定。井上直也と練り、両友が火花を散らす。4団体統一王者である井上と、過去に日本のボクシング界と様々な因縁を残してきた練りが、東京ドームというビッグステージで剣を交える上に、 今回の WBC タイトル贈呈の一報を受け、海外メディアの注目度も高まり続ける一方だ。米スポーツサイト、エッセンシャリースポーツ、でも現地時間4月10日、井上対ネリ戦についての特集記事を配信。WBC ダイヤモンドベルトがかかる一戦となったことを報じながら、タイトルダッシュに臨むネリの意気込みや、トップランク社のボブ・アラム会長の試合への見解などを紹介している。 その中で、ネリは、日本で、モンスター、ことなや井上と12ラウンドを戦い抜けば、判定は井上に軍配が上がると考えている。そのため、ネリはノックアウトを狙っている、と綴っており、井上は身体的に小さなファイターで、他の選手と同じように普通のファイター。もし彼に勝てば、今年一番の番狂わせになるかもしれない、と挑戦者が語ったコメントを記している。 また、同記事はアラム会長によるこの一戦の予想についても言及。アラムはルイス・ネリオ、タフな挑戦者、だと感じていたが、92歳の彼は東京ドームで5万人以上の観客が見守る中、井上が試合に勝つと見込んでいるようだ、として、また、ボブ・アラムは井上を、世界最高のファイター、と呼んだ、などと、日本人王者の優位との考えを示していたことも綴っている。 加えて、ネリのコメントとして、試合は間違いなくノックアウトで終わるだろう。私が彼をノックアウトするか、彼が私をノックアウトするかのどちらかだ、と語ったことも紹介している。試合が近づくにつれ、ネリの発言なども少しずつ本来の、さえ、を見せていることからも、ここからさらに試合への熱量が高まるこの確実。輝かしいタイトルをめぐっての、モンスター、 悪道の一戦、果たしてどんなファイトが繰り広げられるのだろうか。